ガリレオは1989年10月18日にアメリカ航空宇宙局が打ち上げた木星探査機。1995年12月7日に木星周回軌道に到達し、2003年9月に木星大気圏へ制御落下させられるまで木星とその衛星の観測を続けた。名前は天文学者のガリレオ・ガリレイにちなむ。 打ち上げへ向けて準備中のガリレオ、オービターとプローブで構成されている。オービターは800-800画素の CCD カメラや各種の計測機器を搭載し、また地球との通信用に大小2機、プローブとの通信中継用に1機のアンテナを装備していたが、主アンテナは予定通りに展開せず、地球との通信には小型のアンテナが用いられた。 主アンテナより低速でしか更新できないため、探査機のプログラムを遠隔操作で書き換え、観測データを圧縮して送信させるようにするなどの対策が取られた。電源はプルトニウムを熱源とした原子力電池である。プローブはオービター下部につかまった形で軌道まで運ばれる。木星の大気圏への突入に対して耐えられるよう、頑強な円錐型のカバーに包まれている。 放出された後は3段階に開くパラシュートで減速を図り、外角部を切り離し本体のみとなり、観測機本体につながっている3段目のパラシュートが開かれ、本格的な大気圏内の観測が始まる。ガリレオが撮影したガリレオ衛星当初、1986年5月にスペースシャトルで打ち上げられ、セントールによって木星へ直行する軌道に乗る予定であったが、 チャレンジャー号爆発事故によって打ち上げは延期された。また液体燃料を使用するセントールをスペースシャトルに搭載する計画は液体燃料が危険との判断から変更された。液体燃料ロケットであるセントールよりも比較的安全だとされる個体ロケットの完成上段ロケットを用い、木星へ直接向かう代わりに一旦逆の金星に向かい、金星、地球、 地球とスイングバイを行って増速する方法を用いて木星に向かった。この方法はビゴと呼ばれる。また、金星周辺を通ることとなったため、強烈な太陽光線からの保護を目的として、全体が日よけで覆われた構造となった。ありがとうございます。